こんにちは、リベンジの塊、中富岡渡り、クラビタのたけちゃん、ゆみちゃんです。本日はですね、はい、またゆみちゃんにあの調子当てクイズってをやってもらおうと思うんですね。以前ね、一問も当てれなかったゆみちゃん、トラウマが、はいはい、でもね、今回は大丈夫、ゆみちゃんが打てる 40g で挑戦しようと思いますね。今回は全問正解、いきましょう。間違えれんが、逆に。ガババゴルフ、はい、今回はですね、以前ねしたことがある、調子当てクイズということなんですけど、残念なことにゆみちゃん前回はね惨敗ですね。世間一般で言えば、よく言う先上司、中上司、元上司っていうのを調べる、ゲームなんですが、前回ゆみちゃんは全部当てれなかったと、ただね、あれはね仕方なかった。実はゆみちゃんにとって重いシャフトでやってたから、ね、あれはゆみちゃんにとってちょっとさすが僕はきつかったと思う。で、今回はあえてこの TBLS という、それこそこの前めぐみちゃんが僕に、選んでくれたシャフトの、ゆみちゃん用 40g で、しかも振動数もゆみちゃんドンピシャのやつです。今回は要は、2というシリーズで全部 40g の、ゆみちゃんの振動数に合うぐらいのものをあえて3本揃えましたので、これで当てれんかったらもう本当の無能。そんなにはっきり言わねえ。はい、だから今回はその工房限定 の TBLS という、もう本当にあのシャフトの柄とかっていうのはほぼ一緒っていうか、なんていうんですかね、色が違うだけ、あのマークの色が違うだけなんで、もうこれは黒塗りでも何でもないです。もうそういうシャフトなので、その見えるその色のとこだけ僕が、ビニールテープ貼って消しますので、はい、今回はもう何も他の部位はもうグリップの色も全て同じなので、もう大丈夫。これ当てれんかったらただの無能なんで大丈夫です。じゃあちょっとだいぶね言い訳できん状況になったから。ですよね。はい、ヒントをちょっと、はい、その3つの特徴をちょっと教えてください。なるほど。調子についてはこれは人によるので、あまり関係ないです。関係ない。ヒントもクソもないです。ない、なんか走るとか、なんかここでためがみたいな。もちろんそういう風に感じる人が、じゃあ一般論で言った方がいい。一般論でお願いします。人によるっていうことやけど、分かった。はい、基本的に、どっちかって、僕の感じ方でもそうだし、やっぱり一応僕もフィッティング時に他の人にも言うんですけど、どんな感じしますかっていうと、やはり手元系のシャフトっていうと少し、切り返しでぐにゃっとしなると、だから一番、よく言えば柔らかく感じる。なるほど。ただその しなるポイントも切り返しで感じる人と先で感じる人、インパクトで感じる人、これも人それぞれなんで、大多数はこの切り返しで選ぶんで、基本的に元上司っていうのは一番緩く柔らかく感じますね。なるほど。逆に先上司っていうのは切り返しはちょっと硬く感じるんですけど、インパクトの瞬間ピュッと走るんで、ゆみちゃんなんかはね基本的に先系のシャフトを使ってるから、自分がこれだなって思うのが先だよ。OK、っていう感じで、頑張ってやってみましょう。はい、やってみます。はい、お願いします。まずは打ってみよう。はい、まず1本打ってもらうのはです。はい、じゃあこれいいよ。はい、 OK。 はい、お願いします。お願いします。素振りでもいいよ、素振りしてね。しかも今回ゆみちゃんはね、皆さん言ったら、今回はね弾道ゆみちゃん本人見れますから、弾道もね参考にできるという超サービス精神。ハードル、もうハードル上げすぎやね。さて、いきますよ。はい、お願いします。いや、素振りじゃ分からんかった。いきます。うん、なんかちょっと当たりが変じゃった。まあ一応頭の中でこれだろうなって今考えたんで、はい、じゃあ次変えます。もう変える？あ、もうまだ打つ。もう一回打つ。意外とマジやな今回。いきます。はい、オーケー。もうじゃあせっかくに2球ずついこうか。はい、もう1球打ちたいとか言う？もういい。もういい。3球が分からない。はい、オッケーオッケー。硬い気はした。あー、へー。はい、2本目に打ってもらうのはです。なんかドキドキするね、このなんかささやくのもね。はい、ありがとうございます。なんか誰にもこのボケが通じ、視聴者の方に通じとるかな。待って、分からん。全然分からん。ゆみちゃん本気やけど全然突っ込んでくれんした。待って、本当に全部一緒とかっていうオチはない。そんなな、俺そこまで落ちぶれてないよ。でもね、こっちの方どうだろう。あ、ちょっと違い分かる。じゃあなんか本当に
一緒って言われたら一緒って思うし、うん、違うって言われたらここかなみたいな。違います。それだけはそれだけは言うと今日違います。もう一回。分からんこれ。分かる人すごいわ。ちょっと待ってね。はい、はい、OK。 全然分かんない、全然分かんない。いきます、うん、OK。 うーん、なるほど、なるほど。まあ、あの頭の中で考えとってください。もうやめて。はい、それでは最後に言ってもらうのはです。ドキドキしますね。はい。それ多分イラッとされるやな視聴者の方にされたい。待って。ああ。今日見たら全然突っ込んでくれ。本気すぎて全然突っ込んでくれ。本気モードやもんな。だからもうほんまに、いや本当難しい、わかんないですよ。難しい難しい、はい、難しいよ。そんないきますよ、うん。よいしょ。はい、ありがとうございました。はい、全然わからん。データを見てみよう。はい、ではリベンジ調子当てクイズ、うん、いいですか。いいですよ。もう私答え準備したので。あ、はい、俺全然見てないんや、はい、いきますよ、はい、これが私の答えです。ドン。1番目が、うん、手元上司、うん、2番目が中上司、うん、3番目が先上司。え、ちょっとじゃあせっかくやから根拠教えて、うん、はい、1と3がなんとなく感じれて、うん、2はだから消去法。1と3が感じれたんや、うん、あ、でも手元と先は自信あり、うん。何やその、うん。いやもうちょっと前回のトラウマがありますから、はいはい、でもねこれ難しいのはもうあの別にあの答え見たからっていうんじゃなくて、もうじゃあこれねさっきちょっとゆみちゃんとも話して、これ1本外したら2本外すことになるけんね、当たり前がテレコンになるんで。だからあのこれの答えは0か1か3しかないですよね。あ、でもなんかまあ、じゃあせっかくとりあえずね、それ前にちょっとじゃあせっかくだけ、いやもう別に今更もう変えないやろ、変えないよ。一応どれが一番どんな感じだったかっていうと、ヘッドスピードが一番出たのは1本目、まあ、でも誤差かな、 32.3、 2本目 31.9、 3本目32なんで、まあ誤差は誤差で、距離が1本目が 2球平均が140、2球目が159、3本目が157と来とるから、うんうんうん、まあ一番飛んだのは2本目、うんうん、でまあ僅差が3本目、はい、ファイナルアンサー。うん、もう分かんない、はい、じゃあ早速答え合わせしていきましょう、はい、まず1本目からいきましょう。ドロ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 。お、すごいやん。これもうパーフェクト間近やね。うん、次当たったら、あのあれです、もうあの、はい、あれですよ、あの1000万円。1000万円。じゃあ運命の答え合わせです。うん、1000万円かゼロですから。はい、じゃあ2本目。ズル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 。先です。はい、ということで3本目は、はい、もちろん。あ、ごめんなさい、3本目はあ、じゃあここが中でしたね。はい、でもいや今回ゆみちゃんあのね、わからんわからんとかいいな、うまいなあやって嘘つくんが。ね、1本目の手元がもうと3本目がほぼ確定っていうのは、でもこれはすごいなと思ったのが、手元はもうやっぱり多分露骨にまあ普段打ったと逆っていうのがあったのかな。で、うん、面白いのが僕の中ですごい面白かったのが、ゆみちゃん振ってて1本目硬く2本目柔らかいって言ったよね、うんうん、ゆみちゃんはどっちかっていうと先で硬さを感じる人なんです。少数派です、はい、僕からしたら1本目が
1本目硬いって言った時点でこの子外したなと思ったんですよ。でもゆめちゃんの感覚としては普段打ってるあの青崎のちょっと先走る調子なんで、うん、でそれが柔らかいと感じるっていう表現やとすればインパクトの瞬間に少し硬さを感じる人なんですね。少数派です、2割の方ですけど。でもそれが近かったのが、まあ結果的にはねちょっと中と先が逆でしたけど、でもやっぱり距離に出てるのがその辺ですよね。2本目が一番飛んでる、で3本目が次っていうのはやっぱり普段打ってるやつその次で一番アワ反対っていうのは飛んでないっていう意味で言うと、まあでも今回ねゆみちゃん全く距離見んと自分で書いてるから、これもある意味なんか前より感覚がちょっと上がってるね。任せてください、はい、これまたねあのぜひあの3本ともねあの当ててもらうように、あのこれ多分またね、2年後ぐらいに同じ企画しますんで、はい、その時にゼロに戻るか3になるかっていうのは非常にね楽しみなところですけど、はい、今回は素晴らしい、はい、あの今回ゆみちゃんちょっとなんかあのそのなんか整合性が取れた、その2と3が逆やったんですけど、うん、それ説明にすごい整合性取れてて、なんかちょっと成長を感じてよかった。無能ではない、ちょい有能ちょい有能ちょい有能、ちょっとちっちゃくちょいって書いてください、はいはい、でじゃあ私が打った感想をちょっと言ってもいい、はい、お願いします、うん、とたけちゃんが一番初めのヒントで教えてくれたように、うん、この一番初めの手元上司が私は固く感じた、なんかしなりがない、なるほど、ね、もう本当に自分の中の感性を研ぎ澄ませて、これ3つ違うよ、どこが違うのって言われて強いて言えばっていう感じだった。そうよね、だって、うん、これ全部一緒ちゃうとか言ったもんね。そうそうそう、実はこれ全部一緒な私たちゃん、うん、そんなゲームするか。そうだから調子が分かる人って本当になんか感覚が鋭い人なんだなとか、うんうん、まあ、いろんなシャフトを打ってこられた人なのかなっていうのはすごく感じた。で、私は3番目の一番最後のやつがなんか気持ちよく打てた感じがしたの、ね、うん、もしかしたらウォーミングアップして一番あの体が動いたのかもしれない、3本目がか、もしかするとゆみちゃんの調子が少し前より中に寄ってきてる可能性はゼロじゃない、うん、だからその、まあね、あのもともとね、まあ、今ももちろんフェードヒッターですけど、もともとのスライスよりは全然良くなってきてるから、うん、少し調子が中目が好きになってきてるっても言えるし、なるほどね、それはやっぱり多少変わってはきます。真反対になるってはなかなか難しいですけど、やっぱりスイングの過程で少し中寄ってくるとかっていうのは結構お客さんでもいますから、うん、そういう意味では成長してるんじゃない、うん、あ、やった。でも、もう一個だけいい？全然いいですよ。その今の測定器を見たら、うん、2番目が一番飛んでたんだけど、うん、私の感覚ではそれがなかったの。だからやっぱり測定器で見るっていうのと、自分の感覚っていうのは、いつも同じじゃないんだなって、私の場合はね、思った。じゃあそんなに要はちゃんと飛んでる感じがしないのに一番飛んでるっていう意味ではやっぱり先なんかもね。先なんかもしれない。まあ、つまり僕のフィッティングは間違ってないっていうこの結論でよろしいでしょうか。そう、だから数値見るのと自分の感覚って必ずしも一致するわけ、いつも一致するんじゃないなっていうのはちょっと、ね、驚きでした。あ、でもなんか、うん、今日はなんかうまくまとめたね。本当、はい、どうもありがとうございました。無能回避しました。ズバババゴルフ、調子って、それを自分で感じられることができた方がいいんですか？なるほど。結構フィッティングでも分からない、ゆみちゃん、あの別に今回ねこうやってやってて面白く半分してますけど、分からないっていう人結構多いんですよ。だから半分ぐらい分からないっていう方で、僕の中では、一番いいのと一番悪いの言いますよ。一番いいのはこれ気持ちいい、要は調子が自分に合ってる結果で、これもベスト、もうこれ100点満点ですね。一番厄介なのはこれ気持ちいい結果出ない、これ気持ち悪い結果出る、これ一番ワーストってなってきたら、間に何が入るかっていうと、よくわからないっていうのが来るのは結局結果だけ見ればいい。だからフィッティングにおいてはその感覚が研ぎ澄まされてる、僕はよく敏感と鈍感っていう表現するんですけど、敏感な人が必ずしもいいかっていうと、結果がそれについてこない人が困るんですよね、一番。だから気持ちいいですけど、よくあんまり飛んでない、曲がってる、逆に気持ち悪いけどまっすぐ行ってるってなると、本人がなかなかモヤモヤが解消できないこともあるので、やっぱ個人的には別にあの敏感鈍感っていうのは別に褒め言葉でもないし、けなしてるわけでもないけど、ただこの人は敏感なんだな、鈍感なんだなっていうだけの線引きをしてるだけです。僕は別にどっちがいいとは言えません。だから本当にさっき言ったように、あの敏感だけど結果が伴わないぐらいやったら、鈍感な方がフィッティングにおいてはいいかなって思ってますね。次回全問正解できなかった場合はですね、たけちゃんに何かをしてあげると。何をするんですか？ぜひ明日しよう。明日調子当てクイズ。全問正解します。明日調子当てクイズしよう。お願いします。絶対外させてやる。
チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん、動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。